花びらが口に入っちゃった。
ちょっとゆっくり走ろう。なあ、ちょっと聞いていい？上岸さんのことなんだけど。あのさ、お前んちって上岸さんのうちの近所なんだって？小さい頃からずっと仲がいいって、本当？それってさ、つまりその二人は付き合ったりしてるってこと？そう。だって確かこの前もさ、弁当作ってきてもらったりとかしてたじゃん。いや、長岡さんに聞いたんだけど、彼女上岸さんとは中学の頃からの親友同士なんだろ？彼女前からいいなって思ってたんだけどさ、特に最近髪型変えてからな、周りの連中にも人気が出てきたし、昨日今日ファンになった連中とは年季の入りが違う俺としては、これ以上対抗馬が増えない間に早々と彼女にトライしようと思ったわけだ。そう。でさ、その前にやっぱりお前にはっきり聞いておこうと思ってな。いや、俺てっきりお前ら二人は付き合ってるもんだと思ってたから。だって佐藤に聞いたらそれらしいこと言ってたし。そりゃあお前たちが付き合ってんだったらさすがに遠慮するしかないかと思ってさ。そうか。だったらこれで気兼ねなくいけるぜ。で、物はついでなんだけどさ。
な、お前なんとかうまく彼女との仲取り持ってくんない？神岸さんも無限には断れないと思うんだ。人聞きの悪いこと言うなよ。別にお前に迷惑かけるつもりはないよ。ただやっぱ神岸さんだってよく知らない奴相手じゃ警戒するだろうからさ。にはもう頼んだんだ。そしたらあいつお前が怒るから嫌だって。知らねえけどそういうことらしい。かといって長岡さんにお願いするとほら一瞬にして噂が広まっちゃいそうだろ。その後の押しの部分は自分でやるからさ。じゃ、早速次の休み時間に頼むぜ。おう、セッティングよろしく。全は急げだ。言ったろ、ライバルは多いんだ。のんびり構えてる余裕はない。な、頼むぜ。成功の暁には何かおごるからさ。いいよ。話して何？
私に用があるんでしょ？何か言いにくいことなの？悩むようなことなの？ねえ、私でよかったら何でも遠慮しないで言ってみて。お？あれ？俺は？何？え？いるよ。え？矢島くん？違うよ。うん。うん。うん。わかった。何が、というわけだ。それで納得がいくと思うか？
他に好きな男がいるから諦めろって？一体誰なんだそいつは。せめて相手が誰かぐらい教えてくれなきゃ納得がいかねえって。遠慮しとく。何のつもりか知らへんけど、親しくもないのにいきなり馴れ馴れしゅうせんといてくれるか。
んたもしほちゃん情報にすがる時が来たわね。あら、聞きたくないの？じゃあ素直に聞かせてしほちゃんって言いなさいよ。情報によると間違いないわね。ま、でも言い換えれば彼女も今時の女の子ってことね。普段学校とかで真面目にやってる分、そうやってストレスを発散してんじゃない？ちょっと私が何の気苦労もなしにお気楽に生きてるとでも言いたいの？少女の時といい、もうちょっとこのしほちゃん情報を信じたらどうなの？
逆に言えば 50% は真実ってことでしょ。これはもう私という人間を信じるかどうかの問題よ。この件に関してはどうなの？私を信じるの？信じないの？持ち出して つまりこの高度に発展した情報化社会を生きていくには受け手側にも正しい判断力が問われるわけよ。何でもかんでも鵜呑みにしちゃダメってことね。ここから出るバスはクルス川電工の研究所に直通してるんです。
中央研究所第7研究開発室 HM 開発課が私のお家です。HMX13 型、通称セリオです。よろしくお願いします。はい、そうです。友達ですし、私とは姉妹みたいな関係でもあるんです。はい、セリオさんは西園寺女子学院の方でテスト通学してらっしゃるんです。はい、優秀なセリオさんにはイメージもぴったりだと思います。はい、何でも学校は総合的な社会への適応能力の試験場として最も適した場所らしいですから。開発者の方々はいろんな人と話をしていろんな人の役に立ってこいとおっしゃいました。学校ならたくさんの方々がいろいろとテストしてくれるからだそうです。で、今回は私と同時開発されたセリオさんが学校へ通っているわけです。同時開発されたとは思えないくらい彼女の方がすごいんですよ。はい、なんといってもセリオさんの最大の特徴は人工衛星から人工衛星からサテライトサービスを受けることができます。衛星を介してクルス川の巨大データベースからデータを受け取り、それをメモリに記憶するサービスのことです。衛星からデータを受け取ることでセリオさんはあっという間にいろいろな職業のプロフェッショナルになれるんですよ。例えばユーザーの方から作ってほしい料理のリクエストがあれば、すぐにそれを検索し人工衛星を介して作り方のデータを受け取ります。すると一流店に劣らないお味でその料理をお作りすることができます。クルス川のデータベースには料理の項目だけでも世界120カ国約8000種類に及ぶ料理のデータが登録されています。だからセリオさんが一人お家にいれば高いお店に行かなくて済むんですよ。その他にも例えばお勉強のデータを受け取ると超一流の家庭教師にもなっちゃうし、お買い物を任せても最短ルートで必要なものを揃えちゃうんです。そうなんです、セリオさんに比べると
私なんか何もできなくて、お料理も全然得意じゃないし、お使いに出ても迷子になっちゃうし。セリオさんは駅から電話して研究所の方に迎えに来てもらったりはしませんし。私の春のロボットショーで最も注目されたロボットなんです。私とセリオさんのどちらか優秀な方が次のメイン商品になるそうです。そうですけど、でもやっぱりライバルというよりはお友達です。開発の上ではそうなのかもしれませんけど。でもどう考えたってセリオさんの方が優秀ですよね。私なんか。